アイドル水の痩せるレシピをお伝えしてまいります。この動画では1つ目、なぜアイドル水のアレンジレシピで痩せることができるのか、その理由と2つ目、一体何を材料に使えば痩せることができるのか、そして3つ目、一体どのように作って1日あたりどれぐらい飲めば痩せる効果を出すことができるのかということで、簡単アレンジレシピを最後あなたにお伝えしてまいります。ぜひ楽しみにご覧くださいね。この動画ではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンや、またチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速アレンジレシピお伝えしてまいりますね。それでは1つ目の項目です。なぜこのアレンジレシピで痩せることができるのかなんですけれども、そのお話に入る前に、まずはベースのアイドル水について材料と作り方をお伝えしてまいりたいと思います。こちらです。材料、天然水 500ml、 2つ目、緑茶パック1袋、3つ目、レモン果汁大さじ1、4つ目、蜂蜜大さじ1/2です。で、以上の材料はとにかく無添加であること、 できればお茶パックなどは有機栽培の良いものを使っていただきますと、さらにダイエット効果を上げることができるんですね。なぜかと言いますと、添加物や余計な添加されたその白砂糖系とかですね、香料とか入っておりますと、あと農薬たっぷりのお茶の葉とかですね、そういったものを召し上がってしまわれると、せっかくこれをね飲んだり食べたりすれば痩せると思って入れてしまうと、あなたの腸がですね弱ってしまって、結果栄養を消化吸収できなくなってしまうんですよね。そうすると何が起こるかと言いますと、あなたのお体の中でホルモンバランスが崩れてしまって、ますます甘いものを食べたくなってしまったり、また体重を設定するホルモンのバランスが崩れますから、どんどんですね体重設定値が上げて行ってしまうんですよね。そうすると、せっかくあなたがこれはダイエットに良いと思って飲んでいたとしても逆効果なわけです。なので材料選びにもとても気を使っていただきたいなと思います。で、作り方はこの天然水に対して以上の材料を入れておくということだけなんですけれども、私のおすすめはやはりホットで、ホットのアイドル水を飲んでいただく方が、先ほどお伝えしました腸、腸が元気だと痩せ体質になることができますから、腸という臓器はやっぱ冷えてしまうと動かないんですよね。なのでしっかりと腸が温まって、常に腸がこうリラックスできる状態を作ってあげるというのも、ダイエットを成功させるポイント、コツになってまいりますから、ぜひ参考にしてみてくださいね。ということで、アイドル水はですね、私は1日あたりやはり 500ml ぐらいまでが適量だと思います。あまりその、緑茶というのは実はカフェイン量ですから、こういったカフェイン量も飲みすぎてしまってはやはりですねダイエットの敵になりますので、やはり良いものは適量を取るということがやはりポイントになってくるんですね。そして今回はなぜこの私が今からお伝えしますアレンジバージョンで痩せることができるのかということなんですけれども、とにかくですね、ベースは腸内環境を整えてくれるからなんですけれども、ものすごくですねデトックス効果の高いお茶をアレンジとして使っていくんですね。そこで次です、2番目、一体ではそのデトックス効果が高いお茶は何でしょうかということをあなたにお伝えしていきたいと思います。そのアレンジできるお茶というのは今回こちらです。スギナ茶になります。私別動画でも痩せるお茶ということで詳しくお伝えしてるんですけれども、今回このお茶はやはりアイドル水にもですねぜひアレンジができる最適なお茶だなと思って、今回アレンジをしたバージョンであなたにお伝えしてるんですけれども、このスギナ茶といいますのはこちらですね。私は私の暮らしております大分県別府温泉のですねグリーンコープさんで購入できた、生協ですよね、グリーンコープで
購入できたんですけれども、もちろんあなたの町にもいろんなお店で杉菜茶手に入ると思いますし、もし見かけにくいということであれば、やはりもうこの時代ですね、もうネットでもう簡単に購入することができると思いますので、ぜひ調べてみてください。でまた購入する時のポイントなんですけれども、先ほど一つ目の項目でお伝えしました通り、もうできれば有機栽培、無農薬の良質なお茶の葉を選んでくださいね。そうしないとその農薬を乱して飲んでしまうような形になってしまうと、とてもダイエットには向かないお茶ということになりますので、気をつけてください。でこの杉菜茶というのは、なぜそのデトックス効果が非常に高いのかということになるんですけれども、ケイ素が含まれています。でこのケイ素がすごいんですよ。重金属などの毒素をあなたのお体の外にですね、出してくれる効果が高いんですよね。あの重金属、まあ、要するにこう知らない間に食べ物からこう摂取してしまうその有害物質ですよね。そういったものって一旦体の中に溜め込んでしまうと、なかなか外にね出すことってできないんですよね。なぜかと言いますと、その脂肪の中に溶け込んでしまうからなんですね。その溶け込んだものを出すってやっぱなかなか難しいんです。なので私の場合は定期的に3ヶ月に1回ぐらいのペースでファスティングをするんですよね。断食です。まあ、プチ断食も時々してます。でそういった断食をすると、この溜め込んでしまったものをこう出しやすくすることができるんですね。なので私はあの前はですね、その体重を落とす目的ってのも一つあるんですけれども、もう今となってはこの知らない間に溜め込んでしまった有害物質を自分の体の外にもとにかく出したい、もう体のですね大掃除ですよ。そうですね、家の中の大掃除で言えば、例えば年末に一気に大掃除頑張ったりしませんか？普段、お掃除できないような場所をもう細かくもうゴム手袋なんかはめてですね、もう油汚れの換気扇とか、もう本当にあのカーテンレールとか、普段しないところ大掃除しませんか？あの窓を拭いてみたりとかですね、それと同じです。普段体の中の大掃除ってなかなかできないんですよね。なぜかというと、私たちは食べるからです。なので食べない時間を作るプチ断食であったり、断食と呼ばれるそのファスティングをすることで大掃除をするんですけれども、なかなかそれがそのできなかった時とか、まあ、普段からしょっちゅうしたいという方はですね、この杉菜茶を飲むことでその効果がやはり促進されますから、とにかくお体の中に溜めてしまった余分なものを出して、結果代謝が上がって痩せるわけですから、そのために必要なお茶がこの杉菜茶になるんですよね。そしてあとむくみも改善されます。もうせっかく体重が減ったのに見た目が変わらない、こうむくんだままだと太ったままじゃないですか。そんなのって悲しいですよね。そのためにはやはりむくみもしっかりと体重を落とすとともに、やはり改善されないといけないわけです。その時に力になってくれるのがこの杉菜茶なんですよね。そして最後、ここもすごいんです。自律神経のバランスを整えてくれるお茶なんですね。でここすごくダイエットにはね大事になってくるんですよ。例えばストレスが溜まってるとか、まあ、この時期でしたら例えばお子さんが受験生でもう一緒に戦ってる、もうすごくストレスですよね。でしかもこんなコロナ禍で普段にも増してとにかく気を使う、もう本当は出かけたいのに出かけるのを我慢して、もうついついストレスで食べてしまう、そんな方っていらっしゃると思うんですよね。そんな時にやはりストレスがかかってしまうと、やはり食べてしまいたくもなりますし、良くないのがこの自律神経のバランスが崩れてしまうことなんですよね。でこれが崩れるとですね、なかなか痩せることができない。なぜかと言いますと、あなたの痩せるか痩せないかの鍵を握っているのが腸なんです。臓器である腸、この腸が自律神経のバランスが崩れてしまうと、あっという間にですね動かないという事態になってしまうんですね。なぜかというと、ストレスがかかりますと交感神経といって、そのスイッチオンの方が常に元気なわけです。でスイッチオフの副交感神経の方がシューンとね元気がなくなってしまうんですよね。でそのシューンとなってしまう時っていうのは腸が動かないんですよ。動いてくれないんです。なので
リラックスできる環境の時にやっと腸って動き出しますから、例えば寝てる間とかですね、好きなことをしてる時とか楽しい時とか、そういう時にしか腸って動きませんから、ぜひあなたがもし今すごくストレスが溜まっていて、ついついイライラってしてしまったり、お体がすごく冷えたり、また食べてしまうっていう、そのストレス食いですよね、そういったことに陥ってらっしゃるとしましたら、この杉菜茶でそのバランスを整えて差し上げてください。そして今回はアイドル水のアレンジバージョンとして使うわけですから、さらに効果を上げていただきたいと思います。はい、それでは最後3つ目の項目、どのようにアレンジをして作ることができるのか、その美味しいレシピをあなたに今からお伝えしてまいりますね。まず基本の材料を思い出してください。アレンジするのは2番目の緑茶パックのところです。この緑茶パックを先ほどの杉菜茶に置き換えるだけで簡単に作れます。ホットでぜひ召し上がってください。で、杉菜茶はどんな味なんだろうということで気になってらっしゃる方もおいでだと思うんですけれども、私ですね、実は黙って娘にこの杉菜茶作ってですね、そーっと出したんですよ。そしたら、ママこれ何のお茶、緑茶って娘はね言いました。そうなんです、あの緑茶に似通った似た味がします。ただやはりですね、この杉菜茶はちょっと苦いですよね。やはりお体に良いものって苦いですよね、まあ、療薬と一緒で、まあ、口に苦いわけですよね。そういった時にこのレモン果汁と蜂蜜をブレンドすることで、とても飲みやすくなって、さらに美味しく召し上がることができると思います。なのでポイントはこの緑茶パックを杉菜茶の1パックに置き換えることだけで簡単に作れます。材料はあと同じです。ただしここで飲み方に注意点があります。ここはとっても大切なポイントとなってまいりますから、ぜひと言いますか必ず守っていただきたいというお話になります。それは何かと言いますと、注意点なんです。飲みすぎていただきたくないんですよね。なぜかというと、杉菜茶はやはりそのデトックス作用が強いお茶なので、飲みすぎてしまいますと逆効果です、強すぎます。なのでやはりどんなに飲んでいただいても、1日に 500ml までに抑えてくださいね。だいたいコップ2、3杯ぐらいに分けて召し上がっていただきたいと思うんです。そして実は心臓や腎臓に疾患のある方、ご病気の方はアレルギーといいますか副作用がですね、やはり出るお茶と呼ばれておりますから、残念ですけれども、今回もしこのような疾患がある方は控えていただきたいと思います。そして最後です、杉菜です。これ杉菜というその植物になりますから、杉菜にアレルギーがある方は飲めません。そばアレルギーがある方がそば茶が飲めないと同じです、飲めません。残念ですけれども、アレルギーが終わりの方も飲むことはできないお茶になりますので、くれぐれもお気をつけてくださいね。その代わり残念に思わないでください。私は別動画でたくさんこのアイドル水のアレンジできるお茶をもうたくさんですねご準備もしておりますから、ぜひ別のその私の動画の中に置いてありますアイドル水のアレンジバージョンということで、もう何種類も出しておりますから、あなたはそちらのお茶を美味しく召し上がっていただきながら、健康的で綺麗に痩せていただきたいと思います。それではここからこの動画のまとめに入りたいと思います。1つ目、なぜこのアイドル水のアレンジレシピで痩せることができるのかでしたよね。それは最大のそのデトックス効果があるからでした。そして代謝が上がって痩せ体質になることができるんです、できるんですよでしたね。そして2つ目です。では一体そのアレンジするお茶は何なのかということで、今回お伝えしたのは杉菜茶でしたね。この杉菜茶が持つデトックス効果、あと栄養豊富な効果等々たくさんありましたよね。しっかりと聞いていただいたと思います。そして3つ目です。どのように作るんでしょうかということで、今回はベースのベースのそのアイドル水のレシピのお茶を、緑茶をこの杉菜茶に置き換えるだけで、あとはもう全く同じ材料で簡単に作れるんですよでしたね。そしてぜひ冷たいものではなくて
ホットで飲まれてください。そうすることで自律神経も整いますし、もともとこのお茶が持つ自律神経を整える力もあります。その結果腸が元気に動いてくれて、結果あなたは美味しく飲みながら痩せ体質になることができるんですよというお話をお伝えしてまいりました。ぜひこのアイドル水のアレンジレシピ、今回は杉田茶を使ったもので美味しく召し上がって、健康的で綺麗に痩せていっていただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。